高木美穂は日本のスピードスケート選手、日本体育大学体育学部体育学科卒、日本体育大学助手、血液型大型、女子1500メートルの世界記録及び1000メートルと3000メートルの日本記録を保持している、スピードスケート女子五輪代表、北海道中川郡幕別町出身。幕別町縦札内中学校、 北海道帯広南商業高等学校、日本体育大学体育学部体育学科卒業。両親と兄、姉5人家族で5歳からスケートを始める。姉はスピードスケート選手の高木奈々。7歳からはサッカーにも打ち込み、中学では十勝帯広フットボールクラブでプレーし、北海道選抜メンバーとしてナショナルトレセン女子 U-15 合宿に参加した。 2009年1月の全日本ジュニアスピードスケート選手権で総合優勝。2月に世界ジュニア選手権で総合4位。同月にジュニアワールドカップ500メートル、1000メートル優勝。2500メートル合計タイム80秒61は中学新記録。2009年12月。 バンクーバー五輪代表選考会で1500メートルを1分59秒47の中学新記録で優勝。1000メートルも中学新記録になる1分17秒77の3位となり、1000メートル、1500メートルチームパシュートで五輪代表に日本スピードスケート史上最年少で選出される。2010年2月のバンクーバー五輪では1000メートルは 完走できなかった一人を除いて、最下位の35位、1500メートル23位と、振るわなかった。3月、世界ジュニア選手権で、姉のサイナ、押し切美咲と共に出場したチームパシュートで、銀メダルを獲得。2010年、帯広南商業高校へ進学。2012年1月21日、ワールドカップ、ソルトレイクシティ大会の1000メートルで1分15秒。 40の世界ジュニア新記録を樹立。3月、帯広市の明治北海道十勝オーバルで開催された世界ジュニア選手権で総合優勝を達成。翌年の大会でも総合優勝し、日本人初の連覇を果たした。2012年12月19日、日本体育大学にスポーツ推薦で合格。2013年4月、同大学へ進学。 2013年12月、東京ユニバーシアード1000メートルで金メダルを獲得。2013年12月、ソチオリンピック代表選考会はすべての種目で5位に終わり、日本代表から落選。サイナはソチ五輪日本代表に選ばれた。2015年から日本のナショナルチームのヘッドコーチに就任したヨハン・デビットの下で計画的な筋力トレーニングなどを行った。 2015年2月、世界距離別スピードスケート選手権の団体バシュートに、菊池彩香、サイナと出場し、日本初の金メダルを獲得。2016年12月3日、ワールドカップ第3戦1000メートルで、初優勝。12月21日、全日本選手権で全4種目で、優勝の完全優勝で、田真希以来14年ぶり史上7人目の快挙を、達成した。 2017年2月21日、札幌冬季アジア大会スピードスケート1500メートルでは1位。23日、マススタートで金メダルを獲得した。2017年3月3日から5日に行われた世界オールラウンドスピードスケート選手権大会において銅メダルを獲得。2017年3月11日、ワールドカップ同期最終戦。 団体パシュートで2期連続の種目別総合優勝。2017年3月に日本体育大学を卒業し、日本体育大学野外スポーツ系運動学群、表情スポーツ研究室助手に採用された。2017-18シーズン11月10日から12日に行われたワールドカップヘイレン・フェイン大会の初日。 団体パシュート2018年2月14日、平昌オリンピックのスピードスケート1000メートルにて、銅メダル獲得。2018年2月21日、平昌オリンピックのスピードスケート団体パシュートに、7、佐藤彩野、菊池彩香と出場して、オリンピックレコードとなる2分53秒89で、金メダル獲得。これは、定置世界記録でもある。 日本人で金を含む3つ以上のメダルを同一大会で獲得するのは、冬季オリンピックでは長野大会の船木和義以来20年ぶり2人目の快挙である。夏季と冬季のオリンピックを通じて、日本人女子で初めて1大会で、金銀銅すべてのメダルを獲得した。2018年3月10日、世界オールラウンドスピードスケート選手権大会にて、男女を通じて、 日本選手としてのみならず、欧米以外の選手として、史上初となる大会総合優勝を飾った。2017-18シーズンのワールドカップ最終戦で、3月17日の団体パシュートで、菊池、佐藤と共に優勝した。また、翌日の18日には、同大会の1500メートルで優勝し、同シーズンのワールドカップの団体パシュート全勝、1500メートル、 総合優勝、全種目での総合優勝を果たす。2018年春の法賞で、四重法賞を受賞。2018-19シーズンの世界スプリント選手権にて総合2位、世界オールラウンド選手権にて総合2位の同一シーズンのダブル表彰台を果たす。2018-19シーズンのワールドカップ最終戦にて、 女子1500メートルで1分49秒83の世界新記録を樹立した。2019、20シーズンの世界オールラウンド選手権と統合して行われた世界スプリント選手権にて大会総合優勝を飾り、2018年に獲得した世界オールラウンド選手権での優勝との2冠を果たす。ありがとうございます。